はい、皆さんこんにちは。こんにちは。アップバンクスターウェブ店長の伊沢です。はい、はい、今日はいい話が、うんうん、いい話があります、うんうんうん、はい、あのマックス村井の iPhone 5、 5S 用レザーケースがこれ、はい、ついについに定番化となりました。おー、はい、すげえ。ってことは工場のラインが整ったけ、整ったってよりは、まあ、それもあるんですけど、ほうほう、あの革の調達が安定する。あ、いい話じゃん。そうなんですよ。ずっとね、実はあの1段、2段、3段の時からあの坂本ラジオさんの坂本さんと喋ってたんですけど、まあ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 、そこの黄色のところがね、よりこっちつってたよね。そうそうそう、他あんまないので結構困難を極めてたんですけど、故に500個とか1000個とか限定でやってたんですけど、ついに今回安定供給ができる。素晴らしい。いただきます。おめでとう。なんで今までは買った人とかはもうその場で見てすぐ判断しなきゃいけなかったんですけど、今回はゆっくり悩んでいただける。うーん、お店の方にもサンプルとかあの全店に行く予定なので、おー、いいじゃん。ゆっくり見ていただいてから、素晴らしい。買っていただけると。素晴らしい。思いますんで。え、いつぐらいの時期からか。はい、これ今予定しているのがあの今、製造順次開始してるんですけど、ですよ、ね、7月の末から8月の頭。おー、それぐらいの時期だ。あの、まあ、はい、EC の方でも、お店の方でも在庫が切れないようにしていこうと。素晴らしい、はい。今はその第1弾の販売の500個が配送され、第2弾の1000個が配送され、で第3弾の2000個がまだだよね。今ちょうど順次制作中です、ね、まだ作ってるところだよね、はい、でその先か、先ですね。で7月の末から8月だね、今の話だと。そうです、そうです。それぐらいの時期から、はい、安定供給される。安定供給される。素晴らしい。結構なんかちゃんと作れるっていう話いただいてるんで、はい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 、なるほど、はい。では皆様、あのこれまでのタイミングでね、第1弾、第2弾、第3弾でこうご購入ができなかった、はい、まあ、間に合わなかったとかっていう皆様、ちょっと先になってしまいますけれども、7月の下旬から、そうですね、下旬から8月の頭まで、まあ、8月の頭とかには、はい、お店も EC もそうです、ね、両方とも安定供給できる。安定供給します。あのそれまで今しばらくお待ちくださいませ。1ヶ月ぐらいですね。そうですね、お待ちくださいませ、はい。ちなみにウェブの店舗の方では、もう今の瞬間予約ができますので。ああ、なるほど、はい。ただ届くのは7月のその末か8月の頭以降、以降ってことです。ちょっと1ヶ月以上先だけども、はい、ただもう買えると。買えると。素晴らしい。ぜひとも皆さんもこの機会にお買い求めくださいませ。ちょっと先ではございますからね、はい、はい。で他は、他はですね、ちょっとですね、最初の初回生産分なりにフィルムつけてたじゃないですか。つけてた、つけてた。実はあれ結構1000円するんです。そうだよ ね、 ちょっとね、結構ないい値段、ちょっとね、きついん。はい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 。なんでちょっと次回からの分、その7月末ないし8月以降の分、以降の分は、はい、あのこの落ちコンクリーナー、おー、こちらをあの必ずつけさせていただきますので、フィルムからこちらに変わるということで、フィルムからこちらの私の落ちコンクリーナーに変わるということでございます。何か変化はあるんですか。変化はないです。なし、物にいいですね。いいですね、はい、はい。ちなみに、よく質問されるんですけれども、ここに箱押しのサインがあります。これは全部つきます。全部つきます。こちらの箱押しのサインは全部つきます、はい。ただ、この iPhone を取ったところの内側に、はい、私これまでの初回生産第2回第3回ですか、10分の1でサインをランダムでサインを書いてきましたけれども、それは安定生産量か、安定生産分からはなくなるよね。それ、どう？マジ？超大変なんだよ。知ってます、知ってます。あ、お願いがあるの？はい、お願いがあるんです。何？何？まあ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 、ここクリーナーじゃないですか。はい、まずは聞こうか。おう、そのお願いをまずは聞こうか。もともとね、もともとこのケースにはですね、今3500個分にはアンチグレアフィルム。あ、アンチグレーフィルムと全部にね、アンチグレーフィルム全部にアンチグレーフィルムと10分の1でサインを書いて、はい、直筆のサインがついてる、シリアルコード付きで、はい、うん、書いてたんですけど、シリアルコードじゃない、シリアルナンバー、シリアルナンバー付きで書いてたんですけど、まあ、今回これに変わるっていうことで、でやっぱりこれあれじゃないですか、マックスのケースじゃないですか。そうだね、そうだよ、マックスのケースじゃないですか。ちょっとこれは本当僕からのお願いなんですけど、はい、
またですね、ちょっと自分マジかよ。でなんですよ。まあまあ販売、皆さんこれ欲しいって言っていただけて、どん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 売れるわけじゃないですか。どんどんサイン書いていくわけじゃないですか。区切りのいい数字とかって出てくるわけじゃないですか。そうだね。例えば、はい、まあ今これは配っちゃいますけど、100とか、うん、切り板と呼ばれるような、切り板とか、はい、とかそういう時にやっぱり僕としてもやっぱり感謝の気持ちを込めてキャンペーンとかしたいんですよね。故にちょっとですね、サインはいただきたいなと。え、それは何、そのキャンペーンをしたいみたいなものはどういうキャンペーンを想像してる。今まあまあマックスぐらいのアンチグラフィルム何万枚突破ってキャンペーンしてるじゃないですか。 あんな形です。例えばつくノベルティが変わるかもしれない。今これだけ全然違うの。サイン、まあサインはまあいまいち私の証ですね。連動していないんだけど、サインはね、あ、そう書きたくないっていう。いや全然書きたくないわけじゃない全然書きたくないわけじゃない。ただ結構しんどいっていう、はい、時間もかかるし。そうですね、そうですね。なんか私がさ、サイン書いてる動画とかさ、はい、これまでの動画に入ってるじゃないですか。全部入ってますから、ね、あれ早送りだからね。そうですよね、時間すごいかかってるからね。そうですよね、一線コント結構かかりましたから、ね、かかった、うん、ただこれマックスのケースじゃないですか。おー、私のケースだね、うん、マックスぐらいのケースだね。ちょっと欲しいな。え、何個に1個ぐらいかかるの。10個に。おお乗ってんなだからまあそこで書いてる時で結局その時が何個って分かるわけじゃないですか、累計販売数。ああ、そっか、そうそう、かける10が累計販売数。そうなんですよ、そうなんですよ、はい、っていうところで、まあ、突破しましたっていうキャンペーンをですねやりたいなと。もうみんなに喜んでいただきたいな。わかりました。よろしいですか。 OK です。よろしいですか。 OK です。あのちょっと書きやすいように私もセッティングします。 OK です。わかりました。 OK です。わかりました。ということで、はい、了解です。はい、はい、いただきました。では改めて話をまとめましょうかね、はい、このマックス村井のケース、第1弾生産分の500個、第2弾生産分の1000個はすでに発送が終わっております。で、第3弾の2000個は発送が7月の上旬予定で、7月の上旬予定で発送を準備しておりますと、はい、今しばらくお待ちください、はい、で、安定供給できるように目処がつきました、はい、時期としては早ければ7月の下旬末、夏、まあ、基本的には8月の上旬ぐらいだと思っていただければいいのかと思います、はい、店舗、アップバンクスターの EC 両方から、安定供給されるようになっていきます。で、予約販売は、はい、この動画が上がった時点でもう始まっております、はい、もう購入できます。できます。で、今回はじゃあ先着で何個とかっていう縛りはなく、なくもう買いたいだけ買ってください。買ってください。ただし届くのはその7月末ないし8月頭以降。はい、そうです。で、そこからの時期は店舗にも在庫が置かれます。はい、が以上のまとめ。以上のまとめ。あとごめん、もう一個だ。これまでの第1弾、第2弾、第3弾はアンチグラフィルムが無料でついてきたんですけど、ちょっとお高いということもあって、キャンペーンの内容が変わりますと。変わります。安定供給版以降、まさにこの瞬間 EC で買われた方、もしくは8月以降店舗で買われた方、こちらがついていきます。君に落ち込むクリーナー。あとは10分の1で、私の直筆のサイ サインシリアルナンバー入りが入ってます。以上、わかりました。では皆さん引き続きマックス村井のケースよろしくお願いいたします。お願いします。ご視聴ありがとうございました。マックス村井でございます。YouTube で見ている方は動画の下の赤い登録ボタンからチャンネル登録を。ニコニコで見ている方はマックス村井チャンネルトップページからお気に入り登録をよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。また、動画の説明欄に私や真央ちゃん、マミルトンや高橋くんのツイッターアカウントとかもまとまっております。ぜひともフォローのほどよろしくお願いいたします。それではまた別の動画でお会いしましょう。さよなら。